い、皆さんこんにちは、ももすけです。久しぶりに、久しぶりじゃないか、またまたやってきました、ももすけの一人でできるもん。いやー、毎回皆さんにディスられておりますが、今回はですね、これです。これアシストグリップ、RV4 さんから出ている JB23 用のアシストグリップを購入してみました。まあ、オフロードの車っていうと、なんかね、僕のイメージとして、この助手席の前にアシストグリップがこうやってついてるっていうね、イメージなんですよ。だけどこの JB23 シリーズってオプションとかでついてるのあるのかな。多分ないと思う。あるの？ないと思う。で、今回ね、付けたいなと思って購入してみました。で、このアシストグリップ自体、思ってたよりね、なんかしっかりしたものが来ました。もっとプラスチッキーな、なんか中が空洞のチャッチーものが来るのかなって思ったらですね、ゴムっぽい素材、ゴムだよね多分ね、ゴムっぽい素材のかなりしっかり感のある、そして握り心地のね、いいものが来ましたんで、今回の最大のポイントはちゃんと正確な位置につけられるか、もう傾いたりしないかということなんですが、モモスケの一人でできるもん、 JB23 に RV4 のアシストグリップをつけてみたいと思います。はい、それではですね、取り付けてきます。簡単に言うと、この場所につくんで、ここに、まあ、ドリルで2つ穴を開けて、付属のネジ類で止めるだけというところなんですが、まあさっきも言ったけど、最大の課題は俺がまっすぐつけられるのかという話なんですが、このね、 RV4 さんやっぱちゃんとしててですね、この説明書にもちろん取り付け方も載ってるんですけども、じゃじゃーん、はい、こんな風に型紙がついてます。で、僕ちょっとこれマークできるように穴の位置にちょっと穴を開けてきたんだけど、この型紙を合わせて、まず1決めをして、ドリルで穴を開けるといったものになります。一応グローブボックス外した方がいいのかな。グローブボックス外して、ちょっと型位置取りをまずしたいと思います。はい、どうしようかどこで切りますか、型紙を。で、この切った型紙くんを合わせると。合わせるんだけど、このラインが、あ、そうか、このラインがここか。そういうことにすればいいのか。いや、めっちゃこういうことか。これでいいってことでしょ、ぴったんこ。めっちゃ、これもう自分のこういう作業が一番心配。今回穴開けるとかなんとかっていうよりも、この部分が正しいのかっていうことが最大の心配ですね。位置を合わせるっていうことができないわけですよ、このバカなおじさんは。はい、あー、こういうことか、こういうことか、こういうことか、そういうことか。じゃあとりあえずマーキングしますか。ここですよね。で、こっちが、ここですよね。こういうことか。そうだね。で、この裏は万が一にも何もないんだよな。一応、説明書によると、ちょうど、真裏に、エアバッグの配線とかが通ってるんで、注意してくださいということでした。なので一応マイナス端子も外して作業してくださいね。はい、あとはここに穴を開けるということですから、
開けますけど、もう開けたら終わりだよ。うーやば。開いちゃった。こっちもこの位置に。マジか。マジか。なんか9ミリの穴にしてくれって書いてあるんだけど、9ミリの刃がない。ということはこれを使って、穴を拡大したいと思うんですけど、もうわかりますよね。僕がこれで何やっちゃうかっていうのが想像つきますよね。穴をでかくしすぎちゃうんじゃないかっていうこの懸念。ちょっとずつだよね。ちょっとずつ。ちょっとずつ、ちょっとずつ広げて様子を見ながらやればいいんでしょ？というかそもそもなんかちょっともう穴の位置がこれの位置より外側だし。やば。ちょっと内側気味に開けていけばいいってことか。9ミリってどんなもんなの？これでどうなの？まだやね。もうちょっとだね。こんなもんかな。ギリまだ入んないね。あーやば、これ絶対でかくなった。ぴったし、ぴったし、これいけてる絶対。いいよこれ、ぴったし。あとこっち側、あとこっち側っすね。おーマジか、マジか。ちょっとこれ桃助史上最大の快進撃じゃない？ほらぴったし、この状態で抜けないぐらいぴったし。やったー。で、あとは裏側にこの当て板とネジですね、これをはめていきますが、一応この当て板の向きがあるみたいなんで、向きがあるみたいなんで、これは説明書とにらめっこしながら、取り付けていくしかないかな。こういう向きかな。こういう向きっぽいけど。あー、入った入った。あ、ちょっと見えないんであれなんですけど、説明書を見ながらその向きを決めてバックプレートをつけると閉められますね。あ、右側、運転席側の方がつけにくい。こっち側の、こっち側はこうなんか裏の骨みたいなとこに、リブって言えばいいのかな、骨みたいなとこにちょっと干渉しますね。これを削らないと、もしかしたらぴったし右側のバックプレートはつかないかもしれない。階段の難関はネジ締めるところだ。この狭いところでさ、ちゃんとネジを締めるのが、狭くなくてもできないんだけど。これ先生見てください、これアシストグリップを先日つけまして、どうすか。え、結構しっかりついてると思いません？どうですか。
若干斜めですけど気づいちゃった気づいちゃった若干左に傾いてるの気づいちゃったどう、あ、いいじゃないですか。あの取り付けの強度自体は大丈夫そうでしょ、うん、とりあえずちゃんとついてる。結構この、 あの RV4 さんの足とグリップ、うん、なんかしっかりしてるなって印象。あ、だからちゃんと取り付けさえすればいけるね。使えるでしょ、付け方次第。付け方でででなんかそれさ付け方次第でお前の付け方じゃダメだみたいな、うん、ちゃんとついてるじゃん。ちゃんとついてますよ、当たり前じゃないですか。やる気になればできるじゃん。そうですよ、まっすぐじゃないって気づいちゃったか。まあ、まあ、それは標準装備だからいいじゃん。まあね、まあね、俺が完璧につけてたら逆に気持ち悪いでしょ今晩そうでしょ、地震でも起きるんじゃないかなって。そうでしょ、もうなんか日本沈没が起きそうみたいになっちゃうでしょ。そんなことだったら危ないからやめてくださいね、うん、でもこの強度あれば、まあ、乗り降りとかオフロードコースで、うん、まあそこ持ってるみたいな感じだったら全然いけるんじゃないかな。いけるねと思います、うん、これ触り心地もいいしね。そう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 、あの動画の最初でも言ってんだけど握り心地とかいいっしょ。それなんかプラスチックじゃないよね、表面がゴムチック、うん、ゴムか柔らかい、ウレタン、ウレタンなのかな、そうそうそう、ゴムなのかな、そんな感じだよね。こういうカチカチじゃなくてちゃんとした。そうそうそう、そうなんですよ、結構それね気に入ってます。それはただ完全に水平にならなかったっていうことだけが心残りです、うん笑いで締めるということで、一応あの説明欄に商品のページリンク貼っときます。じゃあ次はまっすぐつけられるように頑張ります。笑っとんの、泣いてるの , 笑ってるの、うん、自分に呆れてんの